日本鹿児島県薩摩仙台市下古式町、長浜下古式町長,長浜は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国古式島郡古式島港長浜村、古式島郡下古式村大技、長浜、薩摩郡下古式村大技長浜。郵便番号は896-1411。人口は794人、世帯数は349世帯。 古式島列島の下古式島の中央部に位置している。長浜港には高速船古式島やフェリー入古式が寄港しており、長浜港を中心に民宿や飲食店、スーパーマーケットによる商業地が形成されている。薩摩半島の西部に浮かぶ古式島列島南部の下古式島の中央部に位置しており、下古地域の最北端に位置する。東方は東。 シナ海に面しているほか、浅佐行の西方には、下越町瀬、野浦、南方には、下越町青瀬、北方には、鹿島町イムタがそれぞれ接している。集落は、足浜、松原、浜口、狩浜、城の頭、城の中、町、大瀬の島、大瀬の中の旧地区からなる。住居などは主に、長浜港の周辺に広がっており、 薩摩仙台市立長浜小学校、長浜郵便局などの公共施設が所在している。また、地域の西部には、航空自衛隊のレーダー基地である、下古式東分屯基地がある。2004年観光の下古式村郷土市によると、長浜の地名の由来について、長崎花から小山花までの2トル長浜川から脇花までのおよそ8 0 0ルの、 狩浜が白社の浜となっていることから海岸の形状に由来しているのではないかと推察している。長浜という地名は江戸時代より見え、薩摩国古式島郡古式島里のうちの長浜村であった。村高は三州五地西洋欄では173国余り、急行急漁取調べ町では225国余りであった。江戸時代の測量家である、 井上忠たが表した、九州東海辺園会村順によると、家の数は百八十であったと記されている。江戸時代の一行旨に対する薩摩藩の取り締まりは、厳しく、天保6年に起こった、天保の法難では、長浜村の全体が焼き払われ、その他にも、古式島の各村にあった一行旨の仏像や、経典などは焼却されるなどされたとされている。また、キリスト教、 ドミニコ会の宣教師であるフランシスコ・モラレスは、長浜に上陸し、慶長7年から慶長14年まで、布教活動を行っており、天守堂も建設されていたという。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、下古式島にあった、下古式島にある、手内村、片野浦村、瀬、野浦村,村、青瀬村、長浜村、イムタ村の6村が合併し、 下古式村が発足。江戸期の長浜村の区域は、下古式村の大技、長浜となった。翌年の1890年2月5日には、下古式村の条例、下古式村区会条例によって、町村制第64条及び第114条に基づく区である第5区が大技長浜一円を区域として設置された。1895年に、 長浜港と川内港を結ぶ定期航路が開設された。1957年に長浜港は下古式村管理の地方港湾となり、1964年に鹿児島県管理の地方港湾になり、串木野市の串木野港と長浜港を結ぶ定期航路が発着するようになった。2004年10月12日に下古式村が川内市、東郷町、入木町、 け道院長、ち脇町、鹿島村、上ょう、かし村と新設合併時、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、大わざ名については、従前の村名を町名とし、これを従前の大わざ名冠したものをもって、大わざとすると協定され、旧村名である、下古し村の村を町に置き換え、 従前の大技のである手打ちに関することとなった。合併当日の10月12日に、鹿児島県の国示である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大技名が長浜から薩摩仙台市の大技、下越町長浜に解消された。薩摩仙台市が指定している文化財は、 以下の通りである。下古式島分屯基地に配備されている JFBS-5 以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。下古式町長浜には2020年現在、薩摩仙台市立長浜小学校が設置されており、かつては下古式村立町浜中学校。 薩摩仙台市立長浜小学校付属幼稚園が設置されていた。長浜には高等学校が設置されておらず、また古式島列島内にも全日制高校や通信制高校の学習センターは設置されていない。古式島列島内の高校受験生は学区の制約なく県内のすべての県立高校へ進学できるため中学校卒業生の多くは、 九州本土などに転出して、当該の高校に進学する。中学校はかつて、下古式村立町浜中学校が設置されており、1947年5月2日に、開校式が挙行され、翌年には、大浅瀬の浦の内川内地区に、内川内分校を設置した。1978年に閉校式が挙行され、閉校した。2020年現在、 下越市町青瀬に設置されている、薩摩仙台市立改正中学校の通学区域となっている。小学校は、薩摩仙台市立長浜小学校が設置されている。1880年に設立され、1886年に簡易小学校となる。1892年には尋常小学校となり、1902年には高等科を併設。 1941年に国民学校齢志向に伴い長浜国民学校となり、1947年に長浜小学校となった。1978年に内川内小学校を統合。2012年4月1日には下越町青瀬にある青瀬小学校、下越町瀬の浦にある西山小学校をそれぞれ統合した。 1967年に長浜小学校 PTA 立幼児学級として設置され、翌年に長浜幼児学級となり、1971年に下越木村立長浜壁地保育所となった。1978年に下越木村立長浜小学校附属幼稚園となった。2009年4月1日に青瀬幼稚園。 鹿島幼稚園と東方鹿の子幼稚園となり、幼稚園は、下越基町は尾に置かれた。2020年現在の私立小中学校の学区は、以下の通りである。旧下越木村の区域では唯一となる、定期航路が発着する、長浜港がある。長浜港から発着する、定期航路の高速船とフェリーは、建設資材や、食料などの生活物資の輸送や鹿児島県の本土に、 当たる薩摩半島との唯一の交通手段になっており、島民の生活を支える重要な役割を担っている。麻生機内を、鹿児島県道349号手打ち、イムタ港線が海沿いを南北に通っており、足浜付近からは山中を通り、鹿島町イムタ方面へ接続している。また、長浜港周辺で、瀬、野浦方面から伸びる鹿児島県道350号。 長浜手打ち、港線と交差している。道路バスコミュニティバスである、古式カノコユリバスが運行されている。古式島列島を縦断する路線と、長浜港から下古式町瀬の裏までを結ぶ路線がある。長浜の区域にあるバス停は2020年現在以下の通りである。港湾。ありがとうございます。